決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。年上の話を言わせてもらっていい？もっと町田さんの趣味の話を言わせてもらっていい？うん、いい。ご質問のある株主の方、年上の話を言わせてもらっていい？報告しました。ご質問いいですね。こんな経営陣指示できません。聞いていただきたいです。総辞職のニュースが流れそうです。ご質問のある方、この経営は大事故です。年寄りの話を聞いてくれ。総辞職のニュースが流れそうですね。この真相は絶望的なニュースです。こんな経営陣支持できません。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。この決算は絶望的なニュース。聞いていただきたいです。こんな経営陣支持できません。この経営は大事故ですよ。言わせてもらっていい？この決算は絶望的なニュースです。ご質問のある株主の株主の皆さん、この度は誠に申し訳ありませんでした。ご質問のある株主、年上の話を言わせてもらっていい？ちょっと待ちなさい。おお、ここまでにしましょう。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは我が社のさらなる発展を祈願してよーっはっよっ。株主総会だったな。株価ダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。かかってきたまえ。さて、ほら来
来いよ。どうやった。俺の番だな。ほら逃げるなら今のうちだろ。腹立つな。セリア、プレゼントだ。ジャック気合いやがってこいよ。行くぞ。やるな。行くぜ。ほら来いよ。俺の番ね。やってみろ。さて、これをどうぞ。ジャークサンキュー。俺の番だな。やってやろう。おった。やりまだだ。おい待てよ一番、なんだよ急に大阪に行くって。荒川のおやっさんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。三つから連絡があったんだよ。今おやっさんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやつさんが言ってんだ。でそのおやつさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。合ってるよ。ったく。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの。だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや悪いが蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったらあとは頼むぜ。
勝手なことばっか言いやがるわ。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。怖い話をしてもいいか。なんだよ急に。まあいいけど。昔コインランドリーで洗濯した服を乾燥機に入れたんだよ。残り5分って時に携帯が鳴ったんで外に出て話しててな。それでだいたい10分ぐらいで切ってランドリーに戻ったら、なんと乾燥機の残り時間が30分になってて、まだ乾燥が続いてたんだよ。何それ怖っ。延長でもしたのか。してねえよ。乾燥機なんて延長しねえだろ。おかげで俺のお気に入りの T シャツが縮んでピッチピチよ。来たけど。来たのかよ。そっちの絵面の方が怖いわ。